ちょっとこちらからお願いします。やってますね、このこういう感じなんだ、すごい。準備してるんですね。ですよね。ちょっと今日はこちらに行きます。うわーすごっ。お疲れ様です。もう今年ももう終わりですね。終わりやね。いやーなんか何もないというか。何もない。いやその出会いはいろいろね。あったね。あったんですけど、うん、その。なんかね、いつもの、なんかね、年末じゃないような、なんか毎年思うけど、あれ今年終わりなんやって毎年思うよね。ですよね。だから昨日まで1月だったかなっていうぐらい、あ、コロナ流行ったなみたいなね。うん、まあなんかコロナ付けでコロナしか考えなかったような1年かな。今年はね。ね、まあもちろんね、チャンネル登録者数も1万人来た年でもあったりしたんですけど、うん、まあ来年はね、2021年ということで、まあオリンピックあるのかなとか思いながら、まあちょっと今日は厄払いじゃないですけど、まあなんかいろんなね、神様いて、厄除けとか、安産祈願とか、なんかいろんな理由でここに訪れる人が多いということで、うん、まあ岡山というか、まあこの辺では最も訪れる神社というかその稲荷として、知られてます。ちょっと今日ここをね行ってみようかなと思います。はい、はい、じゃあ参道からね。参道具書いてますね。まじまじと見てしまう。なんかいろいろとね親切に書いてますね。これ見つけやすいんだね。おお、あ、ゆずせんべい。西条稲荷って言ったらこういうゆずせんべいが有名みたいですね。稲荷饅頭とかも書いてあるね。ですね。ちょっと行ってみましょうかね。まあ、ちらほら人が。これあるんですね。ガチャガチャが。いや、俺思ったけどさ、こういうディープな感じだけどガチャガチャは大変ですよね。やっぱりネタで。あの電車で持ったのかな。いや、やってないんですよね。何度も来たんですけど、やはり時間帯にもよるかわからないんですけど。あ、なんかここ新しいのクロワッサンタイムですね。ここはよく見ますね、やってるところ。いいな、代々伝わるってね。やっぱ人いますね。うん、これから31日の夜からあって人がおるんですね。ですよね。なんか旅館みたいな。あ、旅館ですね。こういうの。いいね。昔は右から読み寄ったな。はい。右から書いて、ね、昔からだよ。ありますね。なんかいろんな縁起の良いものが。
なんかちょっと京都を思い浮かべるような、なんか刀とかね、うん、上にあったりとか。いやもうね、2020年終わりますね。もう令和3年ね。ですね。だから前まではもう令和になりますって言ってたんですけど、ね、時が進むのが早いですよ、本当に。その出した人が今ね、総理大臣になってるからね。ですよね。ゆずせんべい。ゆずせんべいですか？だと思う。ゆずせんべい。ねえ。おっと、車が、うん、おぉ、うん、裸でるっていう感じですね。いいですね。もうそろそろで着くのかな。ゆずせんべい、あ、こういう感じなんだ、すごい。あーですね、あーっと落ちるんですよね。これゆずせんべい、いい香りがね、しますね。で、ね、旅館ね、すごいですね、やってるじゃない。僕らも備前って言葉使うお店ですね。備前、うん、まったりした感じでね、うん、しゅんちゃんの卵で意外と来たかい。結構でも長いですね。まあでもゆっくり歩きながら行くんでしょうね。でもこうやって人がめっちゃいる中で歩いたら楽しいかもしれないですね。まあちょっと寒くないかもね。ですね。まあでもちょっと自粛ある中でのあれなんで、あんましちょっとあれですけど。感覚やっぱ開けて歩くようになるよね。ですよね。だから。まあねえ、これ見てるだけでいいわっていう人もいるかもしれないですね、うんうんうん、参拝した気持ちになれるというか。そうね。おお、でも結構本当に長い距離というか、まあ、この 5分ぐらいかな、今5分6分ぐらい、うん、もう普通に何百メーターとかあるんじゃない。ねえ、普通っていうか、人がめっちゃいたら多分10分以上は、うん、20分ぐらいかかるかな。お食事どころですね。いいな、水せんべい。これだね、その一番最後のとこに行くまでにさ、お腹いっぱいになりそうね。ですね。誘惑がいっぱいですね、うん、あー、なるほどね。いろいろもう年末というか年始の準備をね。そうね、もうやられてるということで始まっとるね。もう縁起のいいものがたくさんあります。もうね、うん、来年こそはという感じになってきますけどね。もう作業終わってほしいね。ですね、ちょっと、まあもうそろそろあの本部というか境内というか、ちょっとあまり詳しくはないですけど。あ、本当だ、もう着くな。はい、近づいてきたら線香とか売り寄った。そうね、またここから雰囲気が変わって。おお、なんかいますかね、猫ですかね。あ、おるおる、こっちありますね。はい、やってきました。こちらですね。ちょっとまたね、このち
大丈夫ですか。いやこれなんだか二王門っていうの。二王像って書いてますね。ちょっとわからないですけど。照明スイッチだって押したら光るのね。夜になったら光るみたいです。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ええ。大役。ということは、2年後か、俺。54年、俺56年。遅いんじゃないかな。いや、まあ、なんか、大事だ。おー、うん、来ましたね、うん。やってますね、中で。本当だ。ちょっとこちらから、お願いします。やってますね、この。すげえ。こう。おみくじが扇子のおみくじあるよね。あ、すげえ、ちっちゃい扇子やん。っていう、こっち行く。え？はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、最上位内で。いや、なんか、参道っていうかな、ここに来るまではさ、なんかその、はい、雰囲気がすごい、昭和のなんか下町じゃないですか。ああ、ありますね。こんな感じで、いざここ出たら、何これだよ。ですよね、この、初めて来た時に余計にさ、でかい、大きいやつね。まあ今でもなんかちょっとその、厄払いがちょっとわかんないんですけど、そういう、行事が行われているということで、やっぱね、もう年末ということで。そうね、もう、行く年来る年がね、いらんねえかも。酒飲みながら。というわけで皆さんもぜひね、まあ、僕らもちょっと早めに来たんですけどね、早めにというか、年始はやはり多いんでね、まあ、ちょっと年始明けてから行くのもありかな、でも、ありかなと思ったりするんですけど、はい、というわけで。なんかタイミング見てくればですよね。結構アナウンスもなんかあれですね。自動アナウンスね。はい、というわけで終わりましょう。ありがとうございました。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。